FE チャンネル始まるよ。はい、ファストエレファント店長あるですよ。こんにちは、ゆめちんです。よっ、あ、暑いね今日。いや暑いです、ムシムシ。今日何してたの？いや今日はですね、ここでツーレフのボルボが見られるということで。私ツーレフは初めてなので。初めてなの？そうです、ちょっと見てみたいな。じゃあもしかしてあの有名な、もしかして有名な、もしかして山健さん？山健さんに来ちゃってる。はい、今日は山健さんに来ております。インスタのスターで、そう、反響がありまして、山健さんがつけてるボルボのパーツをつけたいっていうお客さんがいっぱいいるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。すごいボルボが収められたんで、ちょっとね、見に行きましょう。はい、何がついてるか見ていきましょう。ここすごいね、なんか、あのね、場所がですね、広北じゃねえのか。広北じゃないです。トレッサ、トレッサ、あ、鶴見。まだ多分ここ鶴見じゃない。ここ鶴見ですね。鶴がいっぱいいると、有名な、ね、猫、鶴じゃない。にゃんこ。鶴見が見れるっていうので、結構期待したんだけど、にゃんこでしたね。にゃんこでしたね。そうそうそう、ここね、鶴見なんですよ。この風景が見れるとは思わなかった。こういうなんか、ね、あそこになんか遺跡っぽいのは遺跡ないです。遺跡がありましたね。横水屋敷です。横水屋敷、はい、鶴見区の小学生が多分社会科見学で行く。まあちょっとね、ここからでも見えると思うんで。え、見えます？すごいんですよ、もう宣伝。見えるかな、ちょっとね、確かに横浜市鶴見。違う違う、山県さんだよ。山県さんレディーシー。横水屋敷はいいんだよ、二の次。はい、お、近づいてきましたね。おー、すげー。今ね、今あの現場がピリピリしてます。ピリピリしてます。ピリついてます。オーケー、じゃあ行きましょう。多分雨も降ってくるんで、僕もあの写真撮らなきゃいけないんで、ちょっと一回写真撮ってきますね。FE チャンネル。実際にね、車の前に来たんだけど、すごいんだよね。すごいんだ、すごいんだけどって言っても、うちらで作ってるから。そう、まあ圧倒的なね、この迫力はあるよね。ありますね。ゆめちん的にはどこが、どういうところが違うと思う？これちょっとね、ゆめちんまだ新人なんで、はい、うん、はい、どういうところが。いや、まずここですよね。レーザーとライトフィックス。そう、これね、ライトフィックスって言って、バーの中でも最高級なバーを作る。最高級高い。最高級か知らないか、高いんですよ。でもう作りはしっかりしてる。レーザーはあの、もう名前の通りレーザーランプです。レーザーのようにこう光ると、すごく明るくなる。明るくなる。もう間近で見たら、うわうわそう。で、うち上はあのヘラの、そう、ヘラのランプにしちゃったよね。まあ、ライトフィックスにヘラ。まあ、上もレーザーでも良かったんですけど、そこはちょっとね、変えていったのかな。そう、変えていこうよみたいな。で、これね、フェラーリレッドでね、カラーを統一してるんだね。フェラーリレッド、そうそうそう、鮮やかな赤で、鮮やかな、うん、これも綺麗に塗っていただいてるよね、うん、あの塗装、トラックの塗装ってやっぱ塗装屋さんによってやっぱばらつきがあるんですよ。あの、まあ、うまい下手なんだけどね。物が大きいんで、どうしても一人じゃないんですよ、塗るのが。何人かで塗ってるっていうのもあるから、まあ、塗り手によってやっぱり個性が出てきちゃうんですよね。だけど、まあ、ここは素晴らしい、いや、塗り方が綺麗に、鮮やかな赤。そう、このステッカーもすごいよね。これ何でしょう、これ誰が作ったの？これはレディーシー。そんな言い方あった？そう、これでレディーシーさんにちょっとデザインを起こしてもらって、すごいかっこいい、バランスがね、すごいでしょ。だから、まあ、こういうのもちょっとうちではできる。サイドバンパーもすごいよね。宣伝してくれてます。宣伝してくれてます。踊り場とかも、雨でもちょっとポツポツだった。
ターがすごい綺麗ですよ。エアリフレクターも上までのやつを作る。珍しい。これちゃんと 3.8 に収めてますよ。さすが。まあ後ろから見てもね、こういったね、ナンバーのカバーをつけたり、下にもパイプをつけたり、結構いろいろやらかしてますけど、やらかしてる。まあそういうわけですよ。ここにあのファストエレファントが出上げた車がね、嫁いだわけですよ。はい、すごくかっこいい。エベチームもね、これからどんどんいろんな車を見ていくことになると思うんだけど、はい、今のところ一番かっこいいボルボはどれ？一番かっこいいボルボ、いやこのヤマケンさんのでしょそう、どの車もかっこいいけど今日はヤマケンさんが一番。いつもね全力を尽くしてるね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、社長がいるんでね、せっかくだから社長に一言もらいましょうか。ヤマケンさん、はい、先ほどね、ちょっと忙しそうにしてた山県の社長です。はい、よろしくお願いします。はい、山県代表中山です。まだ今年年末にもまた一台アルチャで作っていただきますよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今後とも、はい、ファストエレファントよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやもうこんな魅力的なトラック見れてボルボに良かったです。ありがとうございます。それではまた次回の配信まで、もしよかったらグッドボタンも、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。またね。またね。